TGM-11 型は、リュディノフスキー機関車工場が1992年から製造した液体式ディーゼル機関車。サハリンの鉄道向けの車両として開発され、狂気向けの TGM-11 系、後期向けの TGM-11A 型の生産が行われた。狂気用の TGM-7 型及び後期用の TGM-3A、TGM-3 バイト型の 後継車両として開発された機関車。車体はソ連本土向けの TGM4 バイト型をもとに、当時建築限界が狭い箇所があった。サハリンの鉄道へ向けて、設計の変更が行われた。機器室は、側面扉や、取り外し可能な屋根が設置されており、修理を容易にした。ディーゼルエンジンも TGM4 バイト型の211。 D3M 型を元に開発された6気筒4ストローク機関の22通 d 型が用いられ、低速、高速の2段変速が可能なトルクコンバータやカルダンシャフトを介して台車に動力が伝えられた。狂気向けの TGM11 型と後期向けの TGM11A 型は共通設計の台車を使用しており、それぞれの機関に対応した車輪に交換することが可能であった。 また床下には砂箱や砂巻き装置が設置されていたが、試運転時に線路との接触による破損が相次いだことから位置が変更された。1992年から1996年にかけて TGM11 系 TGM11A 型合わせて21両が製造されたが TGM7 型の完全置き換えには至らなかった。また、 TGM11A 型についても、後期路線には配置されず狂気用台車を履き、TGM11 型との共通運用に用いられた。狂気路線の改め機への対応工事も行われず、TGM11 型は2018年までに全車廃車されており、2019年現在、TGM11A 型が2両在籍するのみとなっている。ありがとうございます。